とう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 、ああ、これこれこれ。さあ、どうかな、ちょっと待ってくださいね。あ、そっちで始まってない、そっちで今モニターの方が、はい、映りました。はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、こんばんは。日本時間10時、毎時間9時になりました。はい、はい、本日のウドラジオのお時間でございます。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。通常放送2回目ということで。2回目。はい、うん、どうですか。うん、いいペースだからね。いいペースだからね。このペースでやっていこう。やっていきましょう。ちょっと、なんでしょうね。まあ、後で話しますけど、まだ通常放送2回目にして、ちょっと、なんでしょうね、力の入れ具合をちょっと迷ってるとかありますけど、僕は全然迷ってないから、コネスさんは安定感、安定感、安定感。まあ、まずはオープニングから参りましょう。それでは、はい、ウドラジオスタートです。世界の歩き子ウドのラジオ。いや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 、まだやった、まだやっちゃった。いやー、ちょっと今日はネットが遅いかな、皆さん、うん、届いてない可能性があるから、途切れ途切れかもしれないな。あ、途切れ途切れだね。あ、なんかすごく音も途切れるね、やっぱり。音も途切れてますね、今モニタリングしてますけど、今日は何でしょうね。あ、どうな、これは。あー、みきちゃん泣いております。あ、だいぶなんか途切れ途切れだぞ、今日は。マジで、うん、困ったな。ちょっと今回意外と初じゃないか、こんな途切れるのは。そう、あれ、どうですかね。いや、でもやっていきましょう、うん、大丈夫でしょ。大丈夫でしょ、うん、ここは気にせず進めましょう、うん、行きましょう。いい、というわけで、通常放送2回目、うん、はい、ゲスト、常にゲストがいるではなく、スペシャルウィーク月に1回のゲストで、あとは通常放送、我々2人で話を進めていこうというウドラジオ、はい、はい、通常放送2回目でございます。あ、皆さん本日も、ね、見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。もう見ていただけることが我々のモチベーションですからね。そうそう、嬉しいじゃないですか。今何人、それやりましょう。何人見てるか気にしてやってはいけないいけないいけない。結構だってあれですよ、生ではあれでね、見ていただいてるのを生で見て、ぜひみんな見ていただきたいんだけど、生がいいんだよ ね、生がいいんですよ、やっぱり。けどね、結構ね、 YouTube でね、あの後で見てくれてる方がすごく多い。それはね、嬉しいですよ、やっぱ、うん、もちろんでも一番は生で見てほしいんですよ、うんうん、そうだよね、うん、だ、生特典を早く、そう、生特典を早く出したい。まだ我々がね、その辺をまだ僕らがちゃんと組み立ててないね。そうだね、何やってんだよって、いつから言ってんだよって。そうだね。言われそうだけどね。だってホームページ作ったら、クーポンのページが一向に変わんないもんね。うん。いい加減クーポンなんとかしなきゃいけない。クーポン、クーポンだから、コピル枠が出すからか。本当ですか、無料で。出すから。でも、週に1回に当たる、1人に当たること？うん、それでもいいよ。それでもいい。うん、ああ、うん、いい加減それじゃあちゃんと決めたいね。うん、あ、もし、ルワクなかったら、ビール2本。2本？値段は値段的に、いやね、コビルバック高いですからね、皆さんね。10万ルピーぐらいですよ。10万ルピーっていうと日本円で言ったら1000円弱ですからね。あ、こんばんは。あ、こんばんは。お客さんやってまいりました。お友達のお客さんでございます。あの、今日ちょっとネット遅いかもしれない。あ、ちょっとネットが遅いですね、今日ね。今日は聞きに来たんです。あ、ありがとうございます。ライブを。あ、もう、あ、すごいですね。カメラの後ろに今、お客さんが来ていただいて、いや、恥ずかしいですね。恥ずかしいね。恥ずかしいね。こういう展開もありだね。いや、もう、50人大丈夫ですよ。あのライブ、ここで、ここで出て、向こうに座ると映れるよ。ズームイン朝みたいな感じをしていただいて、我々は全然問題がない。プレッシャーをかけてきましたね。ちょっとただでさえ今日はちょっとプレッシャーに負けそうなのに。大丈夫大丈夫大丈夫。いつものペース、いつものペースっていうのがね、結構僕は先週の放送を気に入っちゃってて、正直言うと、あ、結構こんな感じでのペースだったらいいんじゃないかって思っちゃってたもんですから、なんかね、ちょっと力入ってる今日。それがいいと思う。いいかな、最初に良かったみたい。ちょっと良かったね、自画自賛ですけどね。トシ君が喋って、なんか僕もいて、これでペースというか番組としてはい、レギュラーっぽいものを作っていく。そう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 、そのレギュラーっぽいものができることで、まあ、スペシャルウィークがこう際立つじゃないですか。
ですよ。でそれをこの先を占うみたいな、この第2回、うん、だいぶね、ちょっと肩に力入ってるのを抜きながら進めていきたいと思います。はい、はい、そうですね。はい、それではじゃあまず最初のコーナー参りましょうか。はい、最初のコーナーまだ2回目ですからね、ちょっと多少説明も交えながらいきますけども、うん、要は、我々ワニウブドに住んでもう10年ちょいになりますけども、僕10年弱だね、ややね、小田さん10年以上住んでおられますけども、その在住者の視点から日本のニュース、インド社のニュースを読んで、いろいろ喋ってみようじゃないかと。はい、ということで、最初のコーナー参りましょう。最初のコーナーは、気になるニュースです。ありがとうございます。はい、というわけで気になるニュースやってまいりましょう。はい、どうですか、今週何か気になるニュースありましたか。うん、日本、インドネシア問わず、ね、うちの近所で、ね、うちの話になっちゃう。あ、その話をいきなりいきますか。僕はそれが一番気になるんだもん。そう、ローカルニュースになっちゃいますけどね。まあ、うん、その前に一つ、僕の方からお話しさせてもらっていいですかね。はい、はい、実は先週の放送で取り上げた、ね、タイまで、高校生の方がね、周りで捕まってしまったという、はい、ニュースを取り上げてみたんですけど、ちょっと僕も初めてということもあって、うん、見返してみてね、ちょっと配慮に欠ける発言が僕にはあったね。うん、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと情報はね、風の噂を。あれは、そうです。それもありましたね。その2キロって言ったけど、実際は2キロではなくて250グラムだったっていうのもあるし、プラスね、なんていうんですかね、言ったら、その高校生っていうのは、その同じようにバリに住んでる日本人同士じゃないですか。なんだけど、なんかニュースで拾ったもんだから、なんか、なんていうんですかね、怖いですね。ニュースで拾ったっていう段階で、なんか、なんていうんですか、配慮なしに喋れちゃうとこありません。例えば芸能人に対して配慮なくあいつ嫌いだとか、まあね、うん、そんな感じの目線ではあったね、あ、ね、うん、っていうのがあったのはちょっとね、僕反省してるんですよ、うん、っていうね、その情報のミスとその辺だけちょっと最初に、はい、ごめんなさい、すいませんでした。はい、すいません。その後もまあいろいろね、高校生の方も大変なこともある、うん、そうなんですが、その辺はまた、まあ、またまあまあということで、で最初のニュースに、はい、参りたいと思います。はい、行きましょう。最初のニュースは、小鉄さんの方からペジェンのローカルニュースをお届けしてもらいましょう。ですね、はい、うちのアンガサ看板犬ソラちゃんなんです。ソラちゃん、はい、ゴールデンレトリバー。ゴールデンレトリバー。はい、ソラちゃんが、うん、もう2回子供も産みまして、でその子が最近脱走するたびに、近所の鶏を捕まえてしまう。捕まえてしまう。ハンターなんですね。ハンター、鶏ハンター。ハンターになってしまって、ちょっと困ってます。それは鶏を加えて持って帰ってくるってことですか？うん。私は持って帰ってきたんだけども、うん、最近ね、もうその場でガブってやって、仕留めておしまいっていうのもあるのかな。あ、今日はその大事に鶏を育てた近所の、ね、はい、マリジンの方、まあ、その人がうちに来て、今日 3羽やられた。お、今まで累計7羽。7羽だから今日の3匹と合わせて10羽やられちゃった。10、それは結構な数ですよ。これさ、結構な数、10羽はやばいですよ。やばいよ、やばいです。ね、皆さんに説明しておきますと、マリジンのね、特に男性にとってその統計とかでこっちではすごく大人気なんですよね。統計、どっちを鶏が勝つかっていう、その統計がすごいもともと文化としてあるわけですけども、すごくその自分の鶏っていうものを大事にするんですよね。もちろん統計の鶏ですか。いや、そこまではやじゃないです。まあその辺を走り回ってるてる。あ、じゃあ普通の自撮りですね。でも育ててるわけだから、ね、そうだね、大きくして食べる、売るために育ててるものやもんね。お祭りの時にそういうのはね、締めたりとかね、そうですね、ね、うん、食べちゃったんだ。その大事なやつを、うん、最近はね、もうかぶってやって、ありゃー、まあ、ハンターだね。ごめんなさいって感じで、で、怖いのが、うん、もし次これ見つけたら殺すぞって言われて。言われましたか？言われた。飼い主に、鶏の飼い主に。ああ、でも、そうな、そうか、こっちはそうじゃん。ありますね。
そういう犬は生かしちゃおけないじゃん。ありますね、ありますね。前僕の知り合いでもそれで結構苦労したされた方がいて、一切首輪を取れなかったんだけど、ね、紐も外せなくなっちゃったって言ってました。そうか、ショックでショックで。いやちょっとこれなんか気が気じゃないよね。なんででも家から出ちゃうんでしょうね。まあちょっとしたその鍵の閉め方が悪かったりとかさ、もうあもうあ一応だってあるでしょ、小鉄さんちペジェン、ペジェンっていうレルブドからそうですね、車20分ぐらいのところにありますけど、うん、あそこ塀に囲まれてる家ですもんね、うん、おいそれとは出られない、うん、じゃあその門のドアを開けないと外には出られないんだけど、それがたまたま開いてたんか、うん、それがね、開け方を分かってる。僕が鍵を閉めると絶対出ないんだけど、違う人がね、ちゃんとかかってないことがあって、それを見て、それがチャンスと思って、その人が出てった後に飛び出して、やっぱね、もう一回なんかね、あのいうゴールデンレトリバーっていうのはもともと狩猟でね使われてた犬ですから、一回その血の味を覚えちゃうと結構本能がかかっちゃって結構やるらしいですよ。結構やるそうなんですよ。あ、難しいとこだね。いやー、どうされるんですか。いや、もう絶対外に出さない子でしょ。そうだね、それしかないね。それしかないんだけど、気をつけます。いや、気をつけます。でも、もうちょっと申し訳ないけど、殺すのだけはやめる。いや、それはダメ、それはダメ、それはダメ、絶対ダメ。それはバレ人の方の常識とは違うかもしれないけど、やっぱり僕らの考え方はもう、きついよ。やめてほしいな、それはやめてほしい。でも、バレ人は普通にあることだからね。よくあるね。ひどい話も聞くもんね、犬に対して扱いでね。あ、まあ伏せますけど、ここでは。いやー、そっぱながら暗いニュースで。ごめんね。ワクワクしましたけど。次の暗いニュースでしたね。ちょっとね、悲しいニュースで。でもまあ、殺されてないですから。まだまだ。これから出なければいいわけですから。うん、家を出さなければいいわけですから。仕留めなきゃいけない。はい、やめてくださいよ、来週また最初のニュースは。ついにとかの次いかれて。はい、じゃあ2個目のニュース読んでみましょう。読んでみましょうって読むもんないんですけどね。じゃあ僕の方から、はい、ね、ちょっと明るい話題をね、明るい、やりましょう。小鉄さん、実はですね、こうもうバリーするの何年目ですか。19年目だね。え、わ、20年近いのか。長いですね。で、実はね、小鉄さんっていうのは芸能事情にあまりにも詳しくないことで有名なんですよ。まあ、芸能人全然知らない。芸能人全く知らないでしょ。あの芸能界に興味ないでしょ。うん、僕もないんだけど。前もさ、友達から電話来て、今、アンカさんに誰々がいるよ。え、誰？誰だったっけ。ね、こういう方なんですよ、こういう方なんですよ。奥ゆかしいなぁ。こう、ミーハーのところの真逆を行く。僕はミーハーなとこあるからね。有名人がいるんだ、そうなのかって言ったら名前も覚えちゃうし、来ちゃうかもしれないもんな。ね、ごめんなさい。いや、とてもです。で、そんな小鉄さんに日本の芸能情報を一つというね。テルマエロマエ、ご存知でしょうか。これ、ね、最近公開された映画で、どうも日本の銭湯となんかね、ローマの昔のお風呂を、昔のローマのお風呂を作ってた人がタイムスリップして日本に来るのかな。僕もあんま詳しい内容知らないですけど、これがね大ヒットなんですよ。もう大ヒット、興行収入で30億円いけばいいと言われてたのが、どうも60億届きそうだと。主演阿部寛、阿部寛はご存知ですね。阿部寛、まあ、結構いい年の人でしょ。そうですね、まあ結構いい年の人でしょ。同年代ぐらいでしょ。あ、どうぞ、そんなもんだと思いますよ。モデルやってた人が、そう、彼がね、まあ、今やすごい俳優なんですよ。かっこいいし、演技ができるし、面白いしね。これせ、ね、面白いんだ。なんかね、面白いですよ。トリックとか僕ね、日本にいた時好きでしたけど、面白い演技をするんですよ。で、あ、トリックですね。トリック出てた。あ、知ってますか。あの、こっちで見た。上田二郎教授がこんな話をここでする必要ないんだけど。まあいいから。いや、違う違う、でもこの話なんだよ。でもこの話なんですよ。そう、で、うん、それでですね、大ヒット60億届きそうかということで、金一封が出たそうです。へぇ。いくらだと思いますかっていうのが今日の話。金一封、出演者全員、多分ね、スタッフの方も含めて100人ほどにね、
金配られてみんな同じ学校、みんな同じ学校で、主演の阿部寛さんもなんかいろいろ他の芸能人の人たちも出ないからね、どんなやつでかもしれないんだけど上田彩も出てんのかな、うん、で金配出たそうですよ。いくらだと思いますか。そういうのって1本とかってやつだ。1本って言うと100万円100万円を100万円を100人に配ったらもう偉い人じゃないですか。60億ももらったんでしょ。そうですけど100万円を100人に配ったら1億円ですよ。そんじゃうじゃないですか。それはいいのかな。いや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 、それは桁が違いますよ。あ、そうなの。ああね、今来ておられる名前もね、一本だと思う。じゃあもう全然全然、あの3万円だそうです。あんまなんか、そうなの。そうだよね、なんかもっとでしょ、っていう気するよね。不思議だ、僕も不思議だったんですよ。だって、多分出演者なんかはもうギャラで何百万円もらってるわけじゃないですか。今更ね、3万円増えたところでどうだと。だけど金一封3万円なんですって。まあ、バリ関係ないニュースだけど僕すごいびっくりしたんですよ。ああ、3万円なのか、3万円だね。すぐなくなっちゃう。一回飲みに行ったら終わっちゃう。66歳起きそうってなったらもうちょいやりゃいいんだよね。なんていう話。ああ、ちょっとこれはニュースミスだね。ごめん、芸能ネタにはついていけない。いや、芸能ネタはね、明るくなるからいいんですよ。ほら、政治ネタとかはほらまた難しくなっちゃうじゃない。でほら、ニワトリハンターの話はだいぶ暗くなっちゃったから。ごめんごめん。いいんですよ。次は明るい地元のニュース。明るいニュースを拾っていきましょう。では、で次のニュースいきましょうか。はい。はい、あ、なんかありますか、小出さんの方から。僕に振っちゃうね、また。いいですよ、いいですよ。あ、結構もう時間経ってるね、なんだかんだ言って。びっくりした、今時間見て。時間。もうすでに9時20分と。いいペースじゃん。いいペースか。さあ、もう早いな。ちょっとまあまあ、次のニュース。もう一個ぐらい拾いたいね。もう一個ぐらい。うん、野球の話ですよ。ああ、いいですよ。まあ、さっき出ましたね。まあ、これもまた、在住者の視点からニュースを読むっつってんのに。いや、でもさ、うん、僕も野球人として。そうだね。草の野球部を野球やってるからね。そうだね。うん、草の野球部の一員ですもんね。うん、何番でしたっけ、うん、打順は。打順は1番が多いね、まあ、1番やっぱ足が速いから1番センターが定位置かな、一郎みたいなところでも何でもやるからね。ああ素晴らしい、じゃあそんなニュースを一つ。そう、しかも同い年だしね。同い年の人は、はい、僕と同い年阪神、はい、まあ最終的に阪神だけど阪神兄貴と言われる、はい、金本選手。金本選手引退発表しちゃいましたね。しちゃいましたね。寂しいですね。鉄人金本ついに、鉄人が、いやでもさ、うん、自分と同じ年でプロ野球やってるってすごいよ。そう、これはすごいことですよね。この年になってもまだ体がね、やっぱ鉄人だよ、プロ野球選手は。そうですね、まあ、鍛え方が違うでしょうから、全然違うからね。うん、また寂しい話じゃん。今日寂しい話ばっかりだ。寂しい話プラスバリ関係ないニュースが続くので。でもまあニワトリハンターはバリ関係あるからね。このバリの事情を伝えてますから。うん、じゃあ僕の方からもう一つごめん。最後になるかな。実はですね、僕これ最近ニュークニンというね、ムドの端っこの村ですけどね、端っこってことだよね。ちょっとモンキーフォレストの村。モンキーフォレストの向こう側にあるね、ニュークニンという村の話なんですけどね。そこで言われてる話でね、最近ね、札束をしてるらしいですよ、道端に。ね、どんな感じ？どんな感じで聞くにはカラフルな糸でね、縛ってあるんですって。なんかね、イメージはね、ミサンガみたいな感じですよ、みたいな紐でね、こう結んであるらしいんですよ。で、それに都市絶対手を出しちゃいけない。なんかね、それを取るとね、すごい目に遭うんだって。なんかマジック系の話らしいんだよ。なんか罠みたいなもんなんだって。タライがガタンって落ちてる。タライが落ちてくるぐらいだったら僕そのサスタを取っちゃうな。そんなにね、痛いぐらいで済むんだったらサスタはバン取っちゃうね。取っちゃうけどね。取っちゃうけどね。怖いね、マジックだから。マジックだからもう。でもさ、それ外国人にはおすすめしてんじゃない？信じないとかかんないじゃん、マジック。ああ、そうか。
なんてかかったら怖いから。そうだね、俺は無理だわ。注意しとかないと。そうそう、みんな、もし、ね、マリ島に来た時に、もし、色のついた糸で縛られたお金を見た時には、それも手をつけずにそのまま、取り付けてください。うん、そうだね。こんなのが地元のニュースで回ってるんですよね。いや、聞いたんですよ、あの、友達にね。そのバリで最終的に話題になったことないか、そのニュースとか見てるでしょって言われたら、結構見てないんだよね、ニュースとかね。見てますか？いや、僕はニュースしか見るものがないけど。あ、見てますか？いや、見るとしたら。テレビ？いや、でもまあ見る時間がないか。見る時間が、今忙しいですもんね。また悲しい話になっちゃってる。最近元気だよ。元気ですよ。あの、肘この間怪我してましたけど、もう治りましたか？あ、もうちょっと。もうちょっと。もうちょっと時間か。もうちょっと。もうちょっと時間か。大丈夫ですか？大丈夫今日ね、実はですね、小鉄さん、クタの方までね、また仕事で行かれてて、あのクタ、アンカサクタね。いやー、今日の渋滞はひどかったわ。すごい渋滞だったらしいですね。信号に警官立つな。あー、こっちはな、なんか余計渋滞するじゃん。警察がいてスムーズに交差点通ったこと一回もないね。ねえ。ね、今日、サヌールすぎて、マクロ、マグごめん、ロッテマートね。ロッテマート、今ロッテマート。あの辺からもう渋滞してんのよ、審判シールまで。長いよ、どれぐらい、距離で言うとどれぐらいなんだろうね。普通車でこう空いてれば5分、10分10分かかんないで行ける距離だよね。どれぐらいかかったの？1時間ぐらいかかった。いやー、なっちゃうね。で、しかも最後審判シールについて、そこの信号で次青になったらいけると思ったら、はい、また警察が出てきて、もうそこから10分ぐらい止まっちゃったんだよ。いやー、10分って長いですよ。10分信号で止められる経験なんかしたことないもんね。周りの人とかみんなクラクション鳴らして。そりゃそうでしょう。あれも面白かったけどね。ああ、警察そうだけど、こっちの人って我慢強くないなっていうかさ。だってこっちの人だって青になって1秒遅れたらもうバーってなるでしょ。気が早いんで、そんな早く出れるわけないんだから。いや、みんな信号見てるもんね。見てる、だから F1 のランプみたいな状態で、ね、今信号が変わったじゃん。これでしょ。4、3、2、1って数字ね、数字ね。こちら数字であと何秒後に青になりますよ。出ますね、うん、あれ見るとさ、みんなもうふかしてるっていうか、はい、はいはいはい、そういう気分なのかな。なんかレースチックだと競争が始まる感じ。好きだからね、まあ、ね、バージンっていうのは基本的に温厚な人たちが多いですけど、表立って怒ること少ないじゃないですか。優しいしさ、けど運転の時だけは明らかに違うもんね。違うね、全然違うね。譲ってもらったことは俺一回もないよ、もう10年ぐらい住んでるけど、うん、譲ってもらおうと思ったらいつまでも進めなくなっちゃう。進めない、だってもう僕は右折しようと思ってある程度こう鼻を出してる、もう大通りに鼻出してるのに、もう車体が半分以上もう出てるんですよ。そこ無理くり、もうこう中央車線越えて乗り越えていくでしょう。あれはマリジンって譲り合いの精神で生きてると思うけども、どういうことなんだろうね。だから車に乗ったら話は別。話は別。でも日本でもいいけど、車の運転見たらその人の性格分かるって言うじゃないですか。ね、だから本当激しいんだよ、マリジンの人もね、マリジンの人でしょうね。我先にっていう。というような話で、はい。そう、なんでしょうね。こういう感じで、ニュースコーナー、気になるニュース、はい、はい、一回締めさせてもらいたいと思います。ここまで、ね、ここまででございます、はい。ちょっと来週もうちょいね、いい、なんですか、いいニュースとか、明るいニュースであるとか、もうちょいバリの視点ができるニュースをまた拾ってまいりますので、はい。はい、まずは、そういうわけで一回 CM に参りましょう、はい。CM の後はまた、今度はテーマトークということで、テーマを決めてトークいたしたいと思いますので、CM の前後に CM… え何CM… CM の後にお待ちしております。一回 CM です。ありがとうございます。やんちゃっちゃっぱりりっかりらっらんてきたりりらんてちたんるらりぴだぴだらるぱてるぴらんこりかんこっかやきりかんこ。どこだろう、ラジオバイク。ねえねえ先輩、カフェアンカサ知ってますか？アンカサ、ああ、ウブドのモンキーフォレストの近くにある美味しいコーヒーを飲める店なんですよ。スターバックスやったら知ってるけど、アンカサは知らん。そこはね、店主自らが焙煎したコーヒーが飲めるんだって。しかも美味しいハンバーグやスパゲッティもあるんですって。
って。っていうか、もう来てんねんけどな。アンカサコーヒーです。どうしよう、飲んでください。ウブド、憩いのカフェアンカサ。あ、してますよ。ウブド、世界の編集長へ。あそこの肉そんなうまい？うまいで。やっちゃっちゃっぱりりっかりらっらんてきたりりっらんてちたんどらりぺだぺだらるっぱてるぺらんこりかんこかやきりかんこ海大好きウブドのラジオ。はい、というわけで、CM 明けで戻ってまいりました。皆さんまだ聞いてくれてるでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱりね、今日俺肩の力入ってるわ。入ってる入ってるわ、うん、なんかね、バズってるね、やはり。うん、で頼むよ。いや、でも小林さんが疲れてるのもあると思うな。僕疲れてる。疲れてるね。疲れてる。今日は疲れてる。そうかな。やっぱ答えたでしょ。運転だけでも3時間超えたんじゃないですか。うん、これね。ねえ、うん、こっちのクラッチ踏む足がもう。ああ、わかりますわかります。足筋肉痛になってるかも。ああ、わかりますわ。で、あのお尻とかも痛いでしょ。もうどんな体勢しても。いろんな体勢してるからね。ああ、もう多分だって今小弟子さんのような1週間の運転量ったら大したもんでしょ。うん、でもさ、1回往復80キロぐらい。大体でも1回往復したら2時間以上だよね。2時間半はかかるね。2時間半、それでね、毎日続けてたら結構飲むんですよ。ガソリンもったいないね。もったいないね。マイレージとか溜まればいいのにね。その動いた距離だけね。ああ。じゃあ、違う。止まればいいのにね。マイレージなんかできないのかな。わあ、あるとしたらガソリンをクレジットカードで落とすとかそういうことですかね。やっぱどこでもドアだね。ああ、それは夢みたいなね。あればいいなと思いますね、やっぱ。日本にも帰れるもん、そしたら。アンカサだけのドアでもいい。あ、クタアンカサ店とウドアンカサ店がつながったらいいよね。それはあの僕も来るわ、しょっちゅう。うん、みんな来るね。みんな来るね。一杯飲まないと扉が開かないみたいな人がいるよ。コーヒーを飲み終わると、ウィンと開くっていう風にしたいね。いいかもね。いいですね。今度ドラえもん頼んでみましょうよ。ちょっとおかしな空気なんで、ちょっと進めましょう。ね、ちょっと話の流れがね、壊れちゃったけどね。今日のテーマトーク、質問メールをね、いただいております。結構皆さんね、ここで質問メール、こういうテーマで話してくれていただけると我々すごくありがたいですから、どんどん。うん。はい。どんどん本当皆さんのね、反応を楽しみに待って、楽しみに待ってますんで、できるだけ僕らは期待に応えたいと思っておりますから、はい、ぜひ、メールで、はい、はい、メールなりコメントなりで、こんなテーマ、うん、こんなニュース、いろんなことを言ってください。はい。はい、というわけで、今回いただいたテーマ。テーマというか質問なんですけどね、うん、ホワイトリリーさんからいただきました。ペンネームホワイトリリーさんからいただきました。浦和空港が新しくなるという、2年後に新しくなると聞きましたが、うん、どうですかという話を、うんはい、ちょっとしたいと思います。っていうのがさっき出てたその渋滞の話がまさにそのあ違うな、うん、渋滞の話は関係ないんだ。渋滞の話も関係してくるんですけど、今2年後になんかあの国際的な会議があるんですよね、 APEC から。うん、それ2年後だったっけ。ごめん、この辺の情報僕、ああ僕もね、ゆるいなんかね、うん、いろいろ工作してるから。ああ、多分インドネシアも工作してるんだと思うよ、多分。けどどっちにしろあのに合わせて今空港大改修中なんですよ、うん、ね、うん、で、ついでにその審判、空港から来たのかウブドに行くのに一番要所となるあの常に渋滞しているという審判シオール、なんていうのシオールって言ってもいいですかね。審判シオール。シオール。だ、ロータリー、巨大ロータリーがあるんですけど、そこを立体交差しようという話になってるんですよ。立体だけでも上じゃなくて下にね、あの頭の上にあの何かが通るということはやっぱりすごくバリディも嫌がりまして、宗教的にダメなんですよね。うん、ということであの地面、まあ、地面も本当は。悪霊というか豚からがいるということで本当はよろしくはないんですけど、まあここは行きましょうということになったんですよね。
っていうのが半端じゃない渋滞の量じゃないですか、ね、早くどうにかしてほしいって、してほしいっていうのがようやく形になって、今ちょうど工事中なわけですよ、うん、でその工事中でものすごくこう不便なもんだから警察が交通整理とかしてるんだけど、すればするほど今日のお弟子さんのような状態になってる、つらいね、しょうがないね、しょうがないね、うん、でも、空港がそうやって変わって、その新橋を向かれば、いろいろ暮らしやすくなると思うんですけど、うん、まず空港、最近行きましたか？最近、最後に行ったのは何月だろう？何月だろうって。2ヶ月ぐらい経つな、もう。2ヶ月前ですか、うん、僕もそんなに最近、あ、でも俺もそんなもんかな、でも、まあ、でも今現在はまだ古い、ね、施設を使ってるでしょ。そうですね、そうですね。うん、迎えに行こうと思ったら駐車場が急に変わっちゃったりとか、いやすごく駐車場がね、めっちゃ遠いんですよ、案内がないから、特にローカルのね、ローカルなんていうんだっけ、ドメスティックの方がめちゃくちゃ歩くよね、あれね、歩きますね、めっちゃ面倒くさいですよね、しょうがないね、前までね、その駐車場に止めてそこから歩いてすぐドメスティックだろうがインターナショナルだろうがすぐ入れたわけですよ、空港の中に。でも今すぐ歩く距離どれぐらい、10分ぐらい歩く、でもね、それぐらいしないと収容できないから、うん、絶対、まあまあ分かりますよ、うん、でもこの移動なんていうんですか、この新しい空港ができるまでの間の不便さったらないなと思って、まあね、もうちょっとないことさ、でも多分できてもさ、うん、新しくできても移動距離はそれぐらいある、あるんですか、あるんじゃないの、あるのか、でもよく考えたらね、日本の成田空港とかだって、うん、めちゃめちゃ遠いんですよ。めちゃめちゃ遠いんですよ。だって駅と駅でさ、まあ、第1、第2、ターミナル。ああ、あります、あります。ね、モノレールが走るぐらい。そう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 。ね、それが普通だってば。だから今までのバリがおかしかったんか。ていうか、ちっちゃいから。うん。ちっちゃいからあんなもんだった。あんなもんやったんか。それぐらい歩けって。だ一説によると、国際ハブ空港化したいっていう話も聞いておいたんですよ。そのシンガポールみたいに、うん、その、いろんな国際線の中継基地になりたい。うん、っていうことで、だからすごく大きくしたいんじゃないかな。多分意図としては、玄関口、アジアの玄関口になりたいのかなっていう話もちょっと聞いたことありますけど、まあこの辺もちょっと情報曖昧ですけどね、いやとにかく空港はすごいかっこよくなりそうで、ね、なりそうなりそう、完成イメージ図とか出てますけど、うん、おしゃれですよね、うん、あの写真を見るとおおって思う、まあ、ありますね、ただどうなんでしょう、2年後までにできるのかどうか、できるでしょう、まあ、ちょっと今のペースでいけばいけそうかね、うん、できた試しはない、納期通りに工事が終わった試しがない国ですから、まあね、でもさすがにね、今度ばかりは、でもだからといって、旅行に支障が出るようなさ、うんうん、そういうもんじゃないからな、そうですね、うん、え、聞きたいのはそういうとこじゃないの、今工事をしてるから、ああ、そうかそうか、ああ、全然全然支障はないです、うん、それは支障がない、成田空港を歩くことを考えたら全くですよ、うん、距離的には近いです、うん、歩く距離は今までに比べたら遠いというだけで、だ、うん、今までだってバス停みたいな距離だったもんね、来住者の人だね、それこそ、そうだ、本当だね、うん、近いばっかりになんだかさ、そういうもんだと思い込んでたけど、よく考えてみると成田だってそれぐらい、ドンムアン空港だって結構あるから、ドンムアン空港は近いんだよな、ドンムアンってあのタイね、あれも近いね車降りたらすぐ、あれいや、僕行ったことないからタイ行ったことないんですか、行ってない、え、意外、行きたい、昔よくみんなだって言ってたじゃないですか、ええ、こっちで反応してくれちゃう、ああ、こっちで反応してるどうしたの、どうしました、何がありましたか、極秘情報かありますか、行ったことないから行きたい、行きたいね、タイに行きたい、行きたい、タイ行きたいね、え、どうしました、何ですか、何ですか、その流れは拾わないことには話が進まなくなっちゃう、何ですか、いや、今更拾われても恥ずかしいから、何かやったんですか、タイで、ああごめんなさい、全く気づかず、時間の無駄遣いしてる、いやー、そうか、タイに行きたいのか、タイに行きたいんだタイに、タイに何でしたっけ、うん、行きたくない
いやー、失礼しました。いや、全く僕は、なんでしょうね、聞いてなかったですね。全く力入るし、力入るし、もちろん結構簡単に力入ってるから、拾うべきとこもいろいろない、今日もう困ったね。はい、はい、というわけでね、立て直して、まあ、空港はすごい今、便利になっていくでしょうし、大きくなっていくんじゃないかという話ですけど、まあ、ちょっと渋滞がまだ大変ですけどね、じゃあそれでもね、大変って言っても成田空港に比べれば距離は近いし、空港も、ね、渋滞だって首都高よりは流れてますからね。まあね、まあね、うん、首都高は知らない、僕もあんま知らない。首都高って渋滞してるイメージだね。はい、か、そう、はい、じゃあ次の話に参りましょう。次の質問いただいております。この質問ちょっと答えてみようかなと思いますね。ペネンベゴワンさんから、ベゴワンさんっていうのかね、ベゴイチさんっていうのかちょっとごめんなさい、わかんないですけど、ベネンベゴワンさんからいつありがとうございます。本当ベゴワンさんでいいの、ベゴイチ、ベゴイチさん、ちょっと読み方がベゴイチって書くの、ベゴワンさん、なんかベガワンギリってね、ウドにお寺あるから、なんかベゴワンっていう響きが気に入ってベゴワンさんだと思ってるんですけど、それ確かめた方がいい。一回ね、次メールいただいたらちょっとぜひその辺教えてください。はい、そのいただいております。はい、在住者の方が、例えばどういうお土産を喜ぶのかというメールだったんですけども、お土産で喜ばれるもの、例えば在住者の方に、例えばそうで、僕の友達から何か聞かれたことありますけど、梅干しとかが喜ばれるんじゃないかとか、でも意外とほらパパイヤっていうね、日本食材のスーパーマーケットもできてるので。ある程度充実してたりはするじゃないですか。その中でも結構こういうものが喜ばれるっていうのがあったら教えてくださいっていう話になりました。これはただね、それぞれ違いますよね。違うと思うし、僕パパイヤなんて行かないもん。まあ僕もあんまパパイヤで買いもしないですけどね、うん、パパイヤの僕はハムカツサンド好きですよ。食べたことありません？あれお買い得、うん、ハムチーズカツ8000ルピーなんですよ。安いでしょ。三角のパックに入ってるやつ。そうそうそう、パックに自分で入れるんですけどね。あ、それ知らない。あれ美味しいですよ。ハムがこうね、日本でもよくあると思いますけど、こう挟んであって、中にチーズがあってパックを揚げてある。あれ僕好きなんですよ。あれはで、うちの子供も好きだから取り合いなんですけどね。そう、今度それをチャーシューでやろうかなと思って、ね、チャーシューチーズフライ、サンド、パン粉で揚げるんですか。えらい高カロリーですね。ごめん。あ、嘘？ん？嘘？いや、それをやろうかなと。いやいや、僕は好きですよ。僕は高カロリー大好きですから。どうあるんですか？でもハムみたいにこう挟めないですよね。間に入れる感じ。じゃあチャーシューなんて薄く切る。ああ、そうか。真ん中にチーズを入れて、挟んでパン粉で揚げた。ああ、ちょっと美味しそうじゃないですか。なんかうまそうでしょ。もうチャーシュー自体が柔らかくて味が染みてる。アンカさんのチャーシューかなりうまいですからね。頑張ってます。頑張ってますね。一番最初の頃と全然味が違いますよね、うん、あ、そう、違う違うね、初めの頃はもっと違ったよね、まあ、もっとなんだろうな、もっとやっぱ荒かったよね。今はもう全然美味しいもん。ちょっとタレを育てていいからさ。あ、いや、チャーシューを煮る、煮汁漬け足し、なんつうの、足し足しでやってるんですか。なんていうのそれ、ね、継ぎ足し100年ぐらい続いてるよ、これも。ああ、いいじゃないですか。お手伝いが亡くなる頃には50年ぐらい経ってるかもしれないね。ごめん、お土産の話に戻してよ。ああ、そうですか。いや、今、その話はその話で良かったんですけどね。いかも戻りますか。戻さなきゃ、よし、じゃあな、お土産どんなものが喜ばれるのかというような話だったんですけども、例えば小出さん何が嬉しいですか。僕インスタントラーメンでも嬉しい。あ、嬉しいね。あ、パパイヤ行かないもん。お前、僕がパパイヤ行かないから、確かにインスタントラーメン欲しいね。僕チキンラーメンとかでめっちゃ好きだもん。なんていうの、ああいう、たまに食べたくなるじゃないですか、カップヌードルとか。結構インスタントラーメン系は嬉しいよね。
こ、ね、うん、こっちのほら日本のインスタントラーメンうまいじゃん。うまいんですよ。こっちはカップラーメンもあれうまそうだね。うまい。カップラーメン食べたいね。例えばね、どういうことですか。インスタントラーメンよりもカップラーメン。はいはいだってインスタントラーメンってさ、なんか入れなきゃいけないから。そう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 。でもカップラーメン、お湯注げばできるの。あれがいいんですよ、やっぱり。しかも美味しいじゃん。バリでもあるんですよ、イングリッシュにも。食べたことあります？ん？カップラーメン。カップラーメン。あれよ。どうですか？いまいち。いまいちだよね。同じね、日清さんが出してるんですよ。日清さんがちゃんと出して作ってるのに、あんなにいただけないよね。だって、なんか、分屈した時にこれちょっとちっちゃかったかなっていう時にカップラーメンも一緒に買ってスープとしてぐらい。ああそれは上手な使い方。安いからね。安いからね。でもなんだろうね、日本のクオリティやっぱ全然違いますよね。日本ってさ、その具もさ、インスタントっていうかカップラーメンなのにさ、すごい戻るじゃん。どういうこと。ああ具が、戻るね。こっちないですもんね。こっちなんかインスタントカップラーメンの具って感じ。そうですね、戻りきらない。なんか日本で好きでカップラーメンあります？これが好き。最近食べてないからな。まあ今昔でも、普通にどん兵衛とかでも美味しい。ね、うまいです。たまに食べたくなるね、あれも。僕あれですよ、あのカップヌードルの基本のやつあれ好きですね。あれも日本とこっちは全然違うから。全然違うから。あの日本だとあの肉のなんか最高なのに、あの角切りのやつとかさ、卵とか入って、あれがお湯で戻って具として成立してるじゃないですか。なんでこうそういうのこっち入ってないんだろうね。まあしょうがない。なんかね、バワンゴレンみたいなのが入ってる。振りかけるやつね。そう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 。でもなんかボケーっとしてる味で。ね、なんか。油でギトッとなってるしさ、これ大丈夫かこれって感じありますね。だからやっぱその辺は日本のレベルが高いばっかりに、そういうものが食べたくなったりはするね。あ、レトルトカレーとかさ、ああ嫌いじゃないですか、ね、って急に盛り上がってきちゃったりさ、コンビニでシュークリーム買ってきてくれたりとかさ、お土産の話。お土産ね、お土産の話だからね。カップラーメンの話じゃないじゃないの。お土産の何もあったよって言い方あるじゃん。そういうのがいいじゃん。そうね。コンビニで売ってる、はいはいはい、なんてことないものが嬉しいじゃん。ああ、わかるわかる。うちの嫁なんかは、あのコンビニのおにぎりの、わかる？コンビニのおにぎりを買ってきてもらう、来てもらうの大好きなんですよ。1日ぐらい全然問題ないから。問題ない。あれだって、ね、なんていうかな。おにぎりなんか全然こっちも作れるわけですよ、全然。別にご飯だと僕は美味しいと思うし、海苔さえあればさ、負けるんだけど、あのコンビニのおにぎりっていうのはまたあれは別格の存在としてあるね。思いません。いや。というかコンビニの食材すごいじゃん。すごいすごい。そのシュークリームもそうだけど、デザートもお惣菜もすごい、ね、シュークリームどんなシュークリームでしょう。普通のあのカスタードと生クリームが入ってるダブルシューとか。あ、でちょっとこう切り口が入ってその生クリームが見えてるやつ。どっちかというとあのふわくあのパリッとした皮じゃなくて、柔らかい皮の。ああでも完全に包まってるんですか。包まってる。あ、分かった分かった。今売ってんのかな。売ってんじゃないですか。あれが定番だと思いますよ。ああいうちょっとしたら嬉しいよね。嬉しい嬉しい。こういう嬉しい。嬉しいね。あとなんかこっちでほら手に入らない食材ってありますか。なんかこっちは手に入らないからなんだけど、なんかこういうもの結構実は食べたいなとかってあります？もらって嬉しいのなんかなんだったっけ。どうしました。やっぱね、納豆も違うんだけど。あ、納豆納豆、あのね、納豆どうしました。だ日本の納豆ってすっげえうまいじゃん。こっちの納豆も俺すごい好きなんだけど。こっちの納豆もあるけどさ、あのタレもついてるじゃん、からしとさ。あ、入れる派ですか。僕入れるね、あれ。あ、僕あれは入れるな。これ納豆の話したら僕うるさいですよ。納豆はね、一度でいいですから、砂糖と醤油で一回食べていただきたい。砂糖醤油ね。いやみんなちょっと聞いたことある。聞いたことある。あーもう完全に興味しちゃってるでしょ今。つまんねえこと言いやがってお土産のどんどんあーってもう次行きたいのか。次行きたい。じゃあやろう。今日はじゃあお土産のテーマにもうちょい行きましょう。何かありますか。でも納豆じゃなくて納豆もそれだけど、なんか何だっけ、駄菓子屋さんで売ってるさ、よっちゃんにいたとか。ああ嬉しいね。あれでもさ飽きた。
いや、好き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 、お茶が好き。嬉しいじゃん。うん、好き好き。いや、お土産ってさ、なんか紙に包まれて大層なお土産っていうさ、はいはい、それもありがたいんだけど、うん、そんな気使わないでくれ。うん、あ、そうだ、本当に気使わないで。30円のよっちゃいがで十分だもんね。それが嬉しいんだもんね。空港のコンビニで売ってる、あ、これってっていうので、そうだね、本当十分なんだよ。なんだったらうまい棒とかでもいいもんね。うまい棒好きですか？うん、そういうのが嬉しいよね。すごい種類あるもんね。すごい種類。何味が好きですか？最近食べたの、なんかコンソメコンポタージュ、コンポタージュ、コンポタージュか、うん、とかね。そんなにいっぱい制覇したわけじゃないから一番ベタなとこ行きました感激したけどね。いや、そんなのが嬉しいって。あ、そうそうそう。あ、お酒ももちろんね。あ、なんか、なんかね、小手さんが俺に土産をくれるんだったらこれだっていう話を発信する場になってるよ今。そうだね。それはいけない。まだそんな厚かましいことを言ってちゃいけない。ごめん。ちょっと友達に向けて発信したとこあるでしょ今。いや、自分がもらう側に回ってた。もらう側に回ってたでしょ。でもそういうことを聞いてんじゃない。いや、ただね、僕1個謝らなきゃいけないのが、はい、あのレゴワンさんからのメール、そんなこと言ってなかった。レゴワン、ちょっと待ってくださいよ。あ、こっちのバリ人の、いやいやいや、でも近いんですけど、あのレゴワンさんがおっしゃってたのは、うん、在住者の方から意外なものが食べたくなるという話を聞きましたと、うん、あの例えば、うん、ソーセージが食べたいだとか、うん、あの日本の食材がだいぶ手に入りやすくなったとはいえ、ね、今でもこんなものが欲しいけどないんだよねってありますかっていう質問だったんだよ、うん、俺が勝手にお土産物っていう誤解をして今インプットされてたもんだから話がそっち行っちゃったね。小手さんに恥をかかしちゃった。いや僕は楽しかった。いろんな想像ができて。でも内容は合ってるよね。要はそういうことだよね。そんなに名誉ないと、あんなおかしいこと言ってないよ、うん、ね、食材ね、食材、うん、食材、うん、でもまあ、そういうことですよね。こっちにはなかなか手に入らないけど、これも食べたい。意外と入るものもあるけど、やっぱりそのさっき言ったようなよっちゃいかは絶対ないもんね。ではそういうものがたまに食べたくなるね。なるねどうも今日はやはり上滑りしたまま50分経ってるかな。こういう日もある。締められない、ね、いやー、こういう日もある。ちょっとインドネシア語やる時間があるの。ありますよ、ありますよ。そろそろ、インドネシア講座に行きたいと思いますので、一旦 CM に行きたいと思います。こんな緩い我々にぜひ最後までお付き合いください。それでは CM 入ります。Lantik tali di lantik standula di beda beda lar pati rupi rangku di kangku kayak kiri kangku. Mogodashiki ubuto no radio. Ne ne senpai, kafe Ankasa って知ってますか？ Ankasa。ubuto のモンキーフォレストの近くにある美味しいコーヒーを飲める店なんですよ。スターバックスやったら知ってるけど、Ankasa は知らん。そこはね、店主自らが焙煎したコーヒーが飲めるんだって。しかも美味しいハンバーグやスパゲッティもあるんですって。っていうかもう来てんねんけどな。アンカサコーヒーです。どうしよう、飲んでください。ウブド憩いのカフェアンカサ。ちょ、今日は子供たちシリーズでまとめてみました。あ、まあ、バリに住んでるいろんな方からこうやってコメントいただいて流しておりますけども、はい、完全に準備はいいですか？
それでは、3つ目のコーナー参りましょう。はい、僕が言うんだっけ？僕が言うんだよね。小手さんだね。何を言うんだっけ？店長金の井上社長講座と言ってないですか？それは僕が言うんだ。お願いします。はい、じゃあ、まあ、マイクに向かって。じゃあ店長岡でのインドネシア語講座、はい、まだよまだよはい、こんばんは。スラマッマラカレです。あ普通に喋っていいよ、うん、2週目に入りますから、もっともうフランクで、もっともうリラックスして。ディダウサー、ディダウサー知り優勢の。baru pertama tidak bisa pikir tuh ya. Nah, sekarang kedua kali. Iya, jangan pertama kali. Ya, lanjutkan saja. 今日は何を勉強させてもらいますか？今日は。今日もこのテキストで。はい、ああ、じゃあ僕が、はい。このテキストで、これだけで、これだけで分かる。旅の指差し会話帳を、テキストにインドネシア語を勉強していきましょう。こちら、旅の指差し会話帳、実はこれを書かれたのは、こちらにいる小鉄さんでございます。拍手。奥様と二人でね、頑張って制作されたということで、まあ、いろんな方のお力があっての制作ですけども。はい、今日は、その指差し会話帳44ページ。44ページのお食事のページから、勉強していきたいと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、それここに置いておいてくれる。ああそうですかはい、はいはい、どうぞ。違うってこっちだってば。ここだって。ああそうかそうか、ごめんなさい、46ページ、今日46ページを勉強したいと思います。屋台と割るんです。ああ屋台と割るんからお願いします。まあレストランでみんな行くと思うんだけど、肉がないじゃん。やっぱないじゃん。お母さんもお父さんもこっち来ちゃったもんだから、僕が行くか。あ大丈夫大丈夫。だまあ今割るんというか食堂とかでね、はい、まあレストランでもそうなんだけど、メニューを見て、今写真付きのやつも多いし、わかんない、なんか読めないけど、これが食べたいって、はい、これくださいって、これください メニュー足してこれくださいっていう、はい、それをインドネシア語で、ミンタイニ、これください、ミンタイニ、欲しい、これを食べたいという写真なり、その実物を指して、ミンタイニ、ミンタイニですね、ミンタイニ、ミンタというのは？ミンタがくださいとか、でイニというのはこれ、はい、ミンタイニてこれください。じゃあの、うん、こうあミンタイニと、俺ミンタイニってこれもらえるわけだね。うん、そうそう、はい、これをもらえるんだけど、はい、でそういう、うん、そんな感じで、あの向こうのあのテーブルの人食べてるやつがうまそうで、はいはい、あれが食べたいっていう時は、はいはい、あの、うん、あれくださいっていう。ミンタイトみんな行っとみんな行っとみんな行っとみんなみんなのくださいで、行っとはあれあれ、いにがこれ、いにあれ、行っと、いにあれ、いに行っと、いに行っと、いに行っと、みんなあれ、いに行っと、これだね。どうしました？なんかダジャレ言いましたか？拾ってないか？僕がまだインドネシア語だからね。インドネシア語だったんだ。ミンタイトゥ、ミンタイニ。はい。で、これで注文ができますね。うん、はい。これで一応注文できます、ね。はい。そして、はい、で、何分布するの？何ですか？さっきはそれ。さっきの流れでいいですよ。さっきの流れでいいですよ。この際ですから。はい。まあ。頼んだものがさ、インドネシア料理だから、ねうん、バリ料理だから結構辛いっていうイメージがある、うん、はい、だからちょっと待って、分かんないけど大丈夫ですかあだから、ね、辛くしないでねとか、はいはい、辛くしないですねとか、結構インドネシアの飲み物とか食べ物で甘やすぎるものもありますから、うん、甘くしないでね。甘すぎたり辛すぎたりとかするから、
さあそれをどう言いますか。例えばじゃあ、唐辛子入れないで、うん、辛くしないで、はい、辛くしないで、はい、辛くしないで、辛くしないで、明太にでも辛くしないでね、はい、これいきましょう。明太にあこれくださいでも辛くしないで、はい、いきましょう。じゃがにしぱだすや。いやいいですね。いや今生きた生きた英会話英会話ちゃうわ。生きた犬にしちゃう声は。もう一回もう一回ラギさん。じゃがにしぱだすや。ああじゃがにしぱだすや。これ、はい、単語ちょっと重要な単語出てますね。出てます、ね。はい。まずはやっぱ今食べ物だとしたら辛いっていうのは。プダスが辛い、うん、でごめん、さ時間迫ってるんで巻きでいきましょう。でプダスが辛いです、ね、はい、で辛い。最初に言った単語ジャンガン、はい、ジャンガンっていうのがダメダメって入れしないでください、うん、ドンとやね、英語で言うドンと、ドンと、うん、しないでドンとジャンガンで、まあ石っていうのもあるけど、ジャガンプ出すだけでも多分そうだね、ジャガンプ出す、ボレジュだよ、ジャガンプ出すや、ジャガンプ出すやっていうと、はい、辛くしないでねっていう、そうですね、になります、なります。なのでこれぜひ覚えてくださいね、覚えてください、はい、今日覚えたのは、明太に、あ、もう一回カズちゃんに全部言ってもらいましょう、はい、明太に、はい、知ってる、明太と、明太とJangan isi pedas ya. あ、jangan isi pedas ya. ということで、辛くない料理がこれでお店で食べれるようになります。はい。はい。というわけで、インドネシア語講座。はい。これ長く続きそうです。はい。これ毎週やっていきますので、ガチャガチャ毎週よろしくお願いします。みんなともにや。ステップミング。はい。カレちゃんに、ファンメールをどんどん送ってください。僕はカレちゃんに渡します。今日のカレちゃん素敵だったよと。今日の服は可愛かったよと、どしどしメールでご連絡ください。宛先は info@udoradio.com までよろしくお願いします。というわけで、かぜちゃんのインドネシア語講座でした。ありがとう。練習が必要だよ。じゃあ一回退出してもらっていいですか。最後締めますからね、あと3分で締めますよ。ありがとうね、かぜちゃん。今かじまにゃー、はい、今日も忙しく進んでおります。あっという間の1時間短い、いやー短い、俺まだ10分ぐらいしか喋ってない気がするんだけど、意外と進んでるね、進んでるね。楽しんでもらえたかな、今日は不安不安って言っちゃダメ。あ、そう、いや、こういう雰囲気が楽しいんだって。ご利用しですね。ごめん、酔ってる。いや、いいですよ。今これさんのこと直訳すればどうだ、楽しかっただろうっていうことでしょ。そこまで言ってないけど、そこまで言ってない、うん、まあ、見てくれる人はこういうのもありだと、ね、いただきたいね、うん、本当に優しい人が多いから、優しい、多めに見てやってください。こういうね、肩に力が入った回もありますからね、まだまだ続けていきますから、これが半年後またどうなってるかっていうところまで含めて、まあ、成長を見てもらう、ね、そう、我々の成長を見ていただくという楽しみ方もできるからね、うん、そうでしょ。例えば今日小鉄さんがね、言いましたよ、タイに行きたいと言いましたけども、僕がそれを拾わなかった、僕が半年後ちゃんと拾えてるかどうかってところまで含めてね、そういう楽しみ方も楽しみ方もできる番組だから、はい、どうでした、どうでしたよ、2回目小手さんの感想聞きたいね。うん、なんか一番最初のアジアアレから僕は一緒のペースだよ。いやいや、そうは絶対変わってますって。変わってる。最近見ました、昔の。いや、昔のはなんかあんまり見てない。見てない。一回見てみた。僕も見てないですけど、多分相当変わってると思いますよ。僕も小鉄さんも。そうかな。うん、と思う。自信持ってください。はい。僕も自信持ちますけども。でもね、嬉しいね。少し、今日みたいに少しでも聞いていただける方がいることが、ほんまに何よりも励みですから。うん、で、継続は力になるからね。そう。で、今、そうそう、そう、継続は力ないですから。楽しければ続く、うんうん、続けることが何かにつながる、うん、ってことは楽しむことが基本ですよ、うん、まずは、うんうん、ということで、その精神で多少肩の力が入りながらも楽しく続けていきたいと思いますけど、うんうんうん、はい、
そういうこと。そうそうそう。すごいじゃん。ウブドに住んでいながらさ、はい、こんな機械使ったり。そうだよ。インターネットを駆使してさ。そう、昔のインターネットなんてさ、ほんとこんなことができるレベルじゃなかったもんね。メールを受け取るのにも30分くらいかかってましたもんね。ね、添付禁止とか。添付禁止。JPEG 送られてきた時はもうたまらんからね。かつてはね。今となっちゃあれですけどね。どうしました？ミンタイトゥー。あー。どっちかわかんない。はい、今早速ミンタイニを使ってくれておりますけども、これここをミンタイトって言ってもこれちっちゃいビールか大きいビールかわかんないですよ。そこは来週のブサールクチルの勉強に続きます。来週はじゃあブサールクチルを勉強したいと思いますけども、ありがとうございます。はい、それではエンディングです。なんとか楽しく1時間やりましたね。トシ君だから焦ってる。あ、僕が来たら焦ってる。僕はいつものでも、いやでも前半結構疲れてました。僕さ、今日はあのね、お土産の下りからテンション上がってたから確かにお土産を思い出す。見てた人は見てても前半と後半でちょっと違うんじゃないかって。ぜひこれも楽しみに見てください。前半をね、もう一回見返してみて、このテンションとまた違うね感じがあるんですよ。はい、というわけで本日もハニーマンの田中俊とアンカタコですでお送りいたしました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。褒めていただければ我々は伸びます。じゃあ、また来週。